俺たち、いつかやる、ピロスケ、社長、世界の歴史シリーズ4戦よいしょー。はい、決まりました。はい、今回のテーマは、神様です。あ、神様。はい、インドの神、またはキリスト系の神、仏教の神、もういろいろあるじゃないですか。ヤオヨロズの神とかね。ありますよね。はい。その生まれだったり、エピソードだったり、それも面白いので、うん、今回は喋っていこうと思ってます。はい、ピロスケでございます。はい、ピロ。はい、私が紹介するのは、地蔵菩薩でございます。はい、お地蔵様。そうでございますよ。はい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 。はい、まあ、まあ、地蔵さんもそうなんですけど、菩薩っていうのは人々の近くにいる存在なんですね。はい、ありがたい存在です。はい、なんでかっていうと、菩薩っていうのはもともと人で、悟りを開いていったら神に近づいた、いったら神様になったみたいな存在なんですよ。はいはい。だから人と距離が近いんですね。まあ、お地蔵様っていうのはもうパン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 周りありますよね。はい、あります。あれにも理由があって、お地蔵様っていうのは輪廻転生の六道、その全てを救済する存在なんです。はい、ありがたいですね。はい、天道だったり地獄道だったりいろいろあるんですけども、うん、なんでこういう救済する存在になったかというと、前世のコウモクニョっていうような人なんですね。コウモクニョ。はい、そのコウモクニョが、羅漢っていうすごい、まあ、悟り開いた偉い坊さんに、うん、おめえの母ちゃん、地獄で苦しんでるぞって言ってくんだよ。なんていうことを言うんだ。それで彼女は仏様の前でお祈りしたんです。はい。もしも母を救ってくれるのであれば、うん、百千万億光中、もうとにかく、まあ、人だったり長さだったり、うん、もうガキ道だったり畜生道だったり、いろんな地獄のその人々、苦しんでる人々の救済を私はしますと。はいはい、あらゆる苦しみを救っていくと。それで母は救われて、自分は地蔵菩薩になるわけなんですね。おー、出世したね。出世って言っていいのかわかんないけど。そしてもう一つが、今昔物語っていうのがあるんですね。あるです。はい、あるです。あるです。そこに出てくる、お話なんですけども、はい、円光ってお坊さんがいたんですよ。うん、はい、したら、女の人がある日やってきたと。うん、その女の人が、私は地獄に落ちたものですと。おー、すごい告白だよ。その人言うには、うん、私は全然善行積まなかった。でも、そのお地蔵さんに本当1回2回ぐらいしかお参りしてなかったと。うん、それなのに朝昼晩毎回地蔵がやってきて、はいはい、そう、地獄の苦しみを代わりに味わってくれてると。はいはい、自分の代わりに。で、これは申し訳ないし、その地蔵さんを救ってほしいということで、私が今こういう状態ですよっていうのを母親に伝えてほしいって言われるんですよ。そして円光がその娘の母親に今こういう状態ですと説明するわけですよ。そしたらこれはあかん、そしてなんて素晴らしい地蔵様だっていうことで、お地蔵様の像を作って、天寺院っていう京都にある、まあ、寺院があるんですけど、そこで言ったら、供養みたいなお祭りみたいなことをするわけですよ。おう、はい、そういうエピソードがあって。なるほど。で、日本人っていうのはもうその死後の世界っていうのがもう怖くてしょうがなかったんですよ。どういうものか分かってなかったから。まあそれはね、昔の人はそうですよね。その中で地蔵様がこうやって六道全てを救済してくれるっていうのも本当にありがたい存在だったわけです。そうですね、恐怖が和らぐというか。で、日本っていうのはもう災害が多い国ですよ。地震だったり洪水だったり。だからこそ、そういうことがあったらとりあえず地蔵作っとくかっていうので、ポン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 作ったわけです。はいはいはい、いやもう簡易的にね、地蔵様を作る、何かあったら地蔵作ろうっていうので、言った日本中にあの地蔵が蔓延してるわけなんです。まあまあ言っちゃ悪いけど、インスタント神様みたいな、ね、そう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 。ではそれだけありがたい存在の神様なんですね。はい、はい、次は副社長でございます。はい、はい、日本にはですね、いろんな神様、いろんな神社があるじゃないですか。ありますね。その中ですね、三神神社っていうのがあるんですよ。はいはい。で、この神は神様の神じゃなくて、これ、あ、髪の毛、毛髪ね、毛髪の髪、うん、それの要は神様がいるわけです、うん、日本で唯一らしいんですけど、毛根の神、毛根、もう髪の毛の方かな、うん、で、最新として祀られてるのが藤原のうねめのすけ正幸っていう人で、非常に言いにくい。で、この正幸さんがなんでこう髪の毛の神様になったかというと、うん、もう鎌倉時代に、まあ、その宝刀がなくなっちゃうの、ある宝刀が、宝の刀ね、宝の刀が、うん、でそれを探すためにお父さんと旅に出るのよ、うん、もう刀探しの旅に、うん、でもこの旅は結構言ったらお金がなくて貧乏になっていくわけ。そこでこの正幸さんが、まあ、庄屋の娘さんとかの髪を言って、それでお金をもらって言ったら助けた。ああ、言ったら内職みたいな感じ。ああ、そうそう、内職した。うん、で、これが日本初の言ったら髪結子、うん、利用師みたいな風に言われたりとするわけで、そういった、その生前の業績が称えられて、まあ、その人はその三神神社に祀られていくことになるんだけど、それで神に出世するわけですね。そう、神を扱ってる人が神に出世すると、神に出世すると、うん、やっぱその神社にお参りするとですね、うん、いや、ご利益があるわけですよ、神の。本当に？だから、まあ、薄い人、うん、まあ、身近にいるかどうかわからないけど、いや、いるだろ。でも言うんじゃん、うん、社長だろ。神業界、うん、神の業界にまつわる人が、まあ、言ったらちょっとお布施をしてるわけですよ。あ、
じゃあ美容院で働いてる人とかいるわけじゃないですか、うん、そしたらそこ行くとすごいご利益あるかもしれない。そう、美容師の人に行くの。うん、ああ三上神社。なるほどね。ああだハゲと美容師は三上神社。聞いたか、ハゲと美容師。ああピロスキルございます、はい。まあ女性の方も見てる方多いと思うんですけども、はい、一応ね 5% はチャンネルの 5% は女性なんで、はい、それで、今回紹介するのは女性の神様です。はい、はい、まあ、安産子育ての神様岸本神でございます。おお、はい、もともとはインドの神様のハーリティっていうのがモデルで、はい、はい、で、簡訳するとカリテームっていうのがあって、うん、それが岸本神って言われてるんです、うん、はい、で、この岸本神なんですけども、もともとどういう神様だと、はい、その昔、インドにオーシャドウっていうところにドッカ仏っていう偉いお坊さんが来ると、うん、で、説法してくれるということで5000人ぐらいが集まったわけですよ。おー、もう大イベントだ。大イベントです、うん、はい、じゃあ聞きに行こうと向かってる時にある牛飼いの女の人が歩いてきて、それで、おい、お前、説法、聞きに行こうぜ。ドッカ仏が来るらしいぞって誘ったわけです。はい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 。ありがたいぞ、つって。で、その牛飼いの女の人は、ドッカ仏のゴリゴリの熱いファンかわかんないですけども、うん、誘ってくれてありがとうということで、もう前を披露したんです、その場で。あ、嬉しすぎて。ありがとうございますって前を披露した。あるある嬉しいと踊っちゃうよね。うん、で、その人ね、妊娠したんだよ。うん。したら、流産しちゃって、そこで。あら、踊ったせいで。うん。そしたら周りが、もう誰も助けてくんない。おてか助けられないじゃないですか、あわあわしちゃって。いやまあね、どうするんだろうね、うん、その女の人は心の中でこの恨み忘れねえと、私が恨み変わったらオーシャドウに現れて人を食い散らかしてやるわって思うわけよ。もう逆恨みやそれ。逆恨みだわって話なんだよ、うん、そしてその女性が来世で生まれ変わって仮テーモンだったわけです。鬼のな。そして鬼と結婚して、うん、もう千人の子供を産んで、お、はい、で子供の育児そして自分の体力をつけるためにさっきの王社城、そこで子供をさらいまくって食いまくるわけです。ああもう大変なことになってるよ。そしたら周りが助けてください神様っていうことでお祈りしたと、うん、そしたら釈迦が、じゃあその仮帝門一番大事にしてる子供をさらったわけです。お一人だけ。おそしたら仮帝門がどこだどこだと言ってもういろんな世界中を回って探すわけですよ。おお、もう子供の顔は把握してたと。もう涙流しながら鼻水出しながら、たら釈迦はその子供を抱いてファーッと降りてきて、たった一人子供を触れただけでこれだけ悲しむお前、たくさんの子供を食らったけどもその母親はどういう気持ちだったんだろうねって言ってくるわけです。うんみたいな。うん、じゃあ自分も母親だからなんてひどいことをしたんだっつということで気づいたと。私は子供を守る神様になりたいみたいなことで岸本神になったわけなんです、ね、おーもうすごい急展開だね。はい、岸本神のある絵でザクロを持ってる絵があるんですね、うん、でザクロというのは、子育ての、象徴だったり安産の象徴の果物でもあるんですね、うん、これザクロに意味があって、いきなりね今まで人食ってたやつが、はい、子供守るなんて説得力ないじゃないですか。なるほど、怪しいなってなるもんな。だから神様がじゃあこれを食えってことでザクロを出すんです。ザクロってその時は人間の味がすると言われたんです。だから人間の代わりにこれを食えってことでザクロを持ってると、うん、で我慢しろと。我慢しろと。実際ザクロ人間の味なんてしないんだけども、まあね、はい、あのガキが人を食うじゃないですか。その時に一緒にザクロの実を食べるから人間の味がするっていう話になったっていう話もあるんですね。まあこれが岸本神のエピソードでございました。よいしょ。副隊長2回目。はい。はい、戦場の神様とか、戦場の女神っていうのがいるわけじゃないですか。はい。はい。まあ日本で言ったらスサノオノミコトとか、うん、竹見長田のミコトとか、まあいろいろいるわけじゃないですか。オーディンとかビシャモンテンとかな。そうそう、アテナとかね。うん。でも今回そういった神様というより、戦場で戦う人たちが、勝利の女神とはこういうものだっていうものがあるんですよ。定義みたいな。定義みたいな。うん。それを少し紹介したいと思います。この勝利の女神っていうのは戦場を駆け回ってんだもん。タタタタタっつって、うん、もうすごい速さで駆け回ってるわけですよ。はい、見えないけどもいると。そういるの、うんうん、でこの勝利の女神っていうのは後頭部がハゲてる、うん、ないの髪がないで前髪しかないわけですよ。でもこれ理由があって、うん、要はですねそんな女神の髪の毛勝利をつかむためにはあらゆる努力をして、うん、あらゆる準備をして、うん、あらゆる起点を聞かして、一瞬の隙を掴んで、うん、その女神がこう通り過ぎるその一瞬を掴まなきゃいけない。前髪を。前髪を。うん、
これ通り過ぎたと、うん、いや後期が去った後にもう掴もうとしてもう言葉もハゲてるわけだから掴めないわけじゃんか、うん、確かになそうでしょ、うん、汗もかいてるだろうにあそうそうつるってなっちゃうわけですよ、うん、だからまあ指揮官っていうものはまあ先言った通りその一瞬を掴まなきゃいけないとあらゆる努力をして、うん、っていうことがこの勝利の女神に詰まってるんですよなるほどね、うん、で、これはですねまあもともとはレオナルド・ダ・ヴィンチの格言から来てるんだけれども、うん、まあ幸運の女神とはこういったものだっていう発言が残っているでこれはもともと遡ればギリシャ神話のカイロスと、なんだっけニケっていうのが合わさってこの勝利の女神幸運の女神っていうのが生まれるようになった、うん、カイロスっていうのは一瞬を司る神様でニケっていうのは勝利の女神、うんうん、だからこれがまあ要はハゲにしちゃったんだよ要はカイロスを混ぜてあーバーダックと天津飯をフュージョンさせたらハゲたみたいな感じでしょそうそうそうハゲたでねその勝利の女神が生まれたわけですよはい、はいうんまあ何が言いたいかというとですね、まあこれは戦場だけじゃなく、まあ YouTube でも、まあ職場でも、うんまあ、そういった好機、うん、勝利の女神をこう掴むためには、まああらゆる準備やいろんな努力をしなきゃいけませんよっていう話なわけでございますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい神様ってね、結構イカれたエピソード多いんですよね。ああ、そうですね。インドとかやばいよな。やばい。なんでそうなったのっていうのがあるから。ネタの宝庫だ、あそこ。で、そういう話もしながら。はい。はい。またはね、歴史以外にもね、ミステリーもやっていくし、事件。あと、そういうの あったじゃないですか。あるある、歴史上にもね。うん。そういう話もしていこうとは思っております。いいじゃないですか。まあ、そういうのもやりながら。はい。うん、次はまあ、3人でやると思うので。はい。はい。面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォローよろしくお願いします。加えてですね、離婚、うん、離婚する時のやっぱ調停裁判で争う時あるの、うん。その時殴り合いで決めたいとかするんだよね。女の人は地上に出て、地上とかその上に立って、うん、こっちは袋に石を詰めた武器を使って武器でこう戦い合うの、うん、戦い合う、うん。それで要は離婚を争うみたいな。スッとさせるよな。